はい、みベロ、あっかんべってきて。めっちゃ溝に水、めっちゃ水やない。めっちゃベロに溝がある。うん、あと、唾が泡泡、うん。唾液が寝てるんですよ。うん、で、歯型が赤めして。ここをめっちゃ、少し戻して。力抜いたらわかる？ほっぺつの端っこ。うん、歯型がついてる。ああ、はい。食い縛り。ぐっしょ。やけん、この歯は、うん、で、奥歯がないやろ、君。うんうんうん、食いしばりよ、うん、ブリッジが取れたりしてしょったやろ、うんうん、緊張型の歯よ。あら、右も左もない。あ、ここ内視鏡ってポコってなんかできとん。 この歯ボロボロの歯、うん、君部活しよった？君もう一回聞く。何歳？33です。君部活しよった？最後は弓道がしたね。弓道は大枝も弓道。あとは大学の時はロードレース風のロードレースね。バイク、あのハンドルがグリーンって曲がってる。そう、チャリンコに乗るだぞ、はい、要はそれポカリスエット、アクリアス、コーラ、ヤクルト、缶コーヒー、今でも清涼飲料水の闇、うん、そういうの飲みの乱気に、まあ、飲みた。それがどんどん歯を溶かし奥歯がなくなっていく原因。取れるんですか？はい、取ってみて。あっさり取れるな。これダメだ。ゴインって言って飲むよ。で、入れてみて。なんで缶で入れるの？いや、なんか本当は固定してたのがちょっと取れたの前に。いつから取れた？一月ぐらい前ですかね。最近やないか。左下4、切開反応時、じゃあ左下5、超速度、いきます、うん、入れます、逃げたかへん、あ、逃げたかへん、はい、出た出た出たよ、うわしゃー、どこどこ出た、逃げたかん、逃げたかん、黄色いのがどうぞ骨バッグに足して黄色いのがどうぞ